ボディメーカー選手に本日、はい、のジムにお邪魔しまして、はい、本日ちょっと、ま、正式なジムオープンという感じですかね、これが。そうです ね、まあ、まだあのいつオープンっていうのはまだ決めてないですけど、まあ、3月下旬ぐらいには、はい、したいなとは思ってます。はいはい、本当にすごいあのいい立地で、すごいかっこいい。いやいや、もうボディメーカーさんのおかげじゃないですか。めっちゃお金出しました。って多分そうですけど、いやいやいや、本当にあの、はい、まあ、リングもそうですし、はい、ウェイトトレーニング機材もボディメーカーで揃えていただいて、全てボディメーカーですもんね。逆にボディメーカー以外のもの何もないっていうか。そうですね。やっぱね、デザインがやっぱおしゃれなんで。ありがとうございます。やっぱ自分はあのほんまにね、あの黒と、黒はもともと好きで、はい、黄色が自分のラッキーカラーなんですけど、はい、黒と黄色のジムにしたいなと思ったら、もうバッチシボディメーカーさんも黒と黄色がメインイメージカラーなんで、だから完璧やなっていう。ありがとうございます。ゲームお気に入りです。やっぱりそのジムを出そうと思ったのは何か決意があったんですか。はい、いやもう復活しようと思いまして、はい、ならばもう練習環境はやっぱシルバーウルフっていうすごく自分の中で貴重やったものをやっぱり団体移籍っていうことで、はい、やっぱ失ってしまったんで、もう環境っていうものはね、自分が進化するために自分で変えるものやと思ってるので、はい、もうそのためにはもうね、31で、もうキャリアの中でも終盤に来てると思うんで、はい、もう今更ってあれですけど、今からあのどっかのジムに所属するとかはもうちょっと考えれなかったんで、はい、ならば自分でジムを作って、でそこにトレーナーさんに来ていただいて、はい、またチームワンっていうチームをしっかり作って、で練習環境を整えて、もう一回あのライジンにね復習しに行こうと思ってます。はい、その、まあ、リングは、まあ、もちろん、まあ、練習必要だと思うんですけど、はい、今回はそのウェイトトレーニングもかなり充実した、はい、そうですね、解答されたんですけど、何か思いはある？そうですね、やっぱりもうがっつり練習したいなって思って、はい、俺ね結構ね、あの若い時はもう練習しすぎやって結構人に止められるぐらいしてたんですよ。はい、サンブレンとか普通でしたし、はい、でもやっぱり年行くにつれて、年齢重ねるにつれて、まああんまりそういう追い込んでも怪我もするしっていうことで、はい、まあ、練習はあんまりしなくなったんですけど、ぶっちゃけた話、はい、でやっぱり芸能の仕事とかさせていただくことのようになって、はい、まあまあもう年やからみたいな、どっか自分の中で言い訳にしてる部分があったんで、はい、まあ、それの男としてかっこ悪いなってすごい思いまして、はい、まああのやれるだけもう毎日もう練習だけしようと思うようになって、はい、もう一回昔のように3ブレーン、ね、2ブレーン、3ブレーンしようと思ったら、はい、やっぱり自分のジムで全てできたらすごい楽やなと思いまして、はい、 で、あの3階が自分の事務所で撮影とかができる、2階がその筋トレジムで、はい、で1階がこういうリングスペースで、はい、まあ、大変練習できるような環境が一番理想かなと思ってあのやっていただきました。はい、本当にその、まあ、小路選手の思いが詰まった今回のジムってことですね。そうですね、もう自分ほとんど自分でデザイナーと喋ってこういう風にっていうのをやったんで、はい、まだまだ完成ではないですけど、はい、めちゃくちゃおしゃれなものになると思います。はい、はい、また今後は一般の方も通える可能性も出てくる。そうですね、今はとりあえず自分がね、復活するのダメなので自分の集中しようと思ってますけど、まあ、それが何よりもね、結果出しての恩返しだと思うんで、はい、もう一度しっかり成り上がろうと思ってるんで、はい、そこを優先してますけど、やっぱりこんだけね、おしゃれな自分が皆さんのおかげでできたんで、まあ、一般会員の方とかファンの方にも来ていただけるのがいいなと思ってますし、はい、何よりやっぱりこう、これアマチュア大会とかもしたくて、はい、あ、はい、でまあ、自分推薦で、はい、まあ、いろんな団体出れると思うんで、はい、ノックアウトやったり、まあまあ大臣もそうですけど、はい、いろんな団体にこう若くて有望な選手を送れたらなと思ってます。はい、ここでまあその後進の育成じゃないですけど、はい、選手の育成みたいなのを考えられてるんですね。そうですね、はい、じゃあ本当に選手になりたいという子がいれば、まあ、将来的に、いや本当にそうですね、ストイックな子が来てくれたら、はい、まあ、ここで一緒に練習してもいいと思いますし、はい、まあ、もちろんフィットネスもそうですし、はい、まあ、ここの会員というか、ここで頑張るというよりはここでアマチュア大会を開いて、はい、そういう有望な選手を自分推薦でどっかに送ったり、はい、送り込んだりしたいな、はい、まあ、あの格闘代理戦争だったじゃないですか、はいはい、あれでやっぱりね、あのね、あの松本ひなたやったり、あの北村夏希やったり、あのボディメーカーさんにも面倒見てもらってるんですけど、はい、あいつらがやっぱりあの出世して
行くよう行けたのはやっぱり角度大戦争っていうのがあったと思うからやと思うんで、そういうのをちょっとまた若い子たちの力になれたらなと思ってます、はい、でも、挑戦のサポートみたいな感じしたいですね、はい、自分がね本当に15年ぐらい11年15年ぐらいかかったんで、はい、あの日の目に浴びるまでなので、若い選手いっぱいいるんでね、はい、そういうやつの力になれたらなとは思ってます、はい、去年でいうと挑戦の1年だったと思うんですけども、はい、振り返ってどうでしたか。いやー悔しいですね、はい、まあ悔しかったですけど、はい、あのごちゃごちゃ抜かしてるやつがいますけど、はい、なら俺と一緒のことができんのかって言ったら、はい、ああいうね天心君とやったり福留選手とやれるっていうことは絶対ないと思うんで、はい、まあ、そこはまあ誇りに思ってますけど、はい、K-1 からあの移籍して自分にしかできないことをおっしゃって思ってますけど、はい、でもやっぱり結果を出せなかったっていうのは、はい、まあ、競技者としてまあ情けないんでね、はい、だからそこは本当に悔しかったですね、はい、だからほんまにもういい、もう格闘技人生いいんじゃないかっていうぐらいも考えましたし、はい、やっぱりでもこんだけの人に支えてもらったんで、その人たちに笑ってね、はい、笑わしたいっていうのがすごくあるんで、はい、まあ、そのためには自分勝つしかないんで、はい、まあ、60キロやったら負けへんねんぞっていうのをちゃんと見せようと思い復活することに決めたんで、まあ、やる気満々ですね、はい、年末でいうと、まあ、ゴミ選手に決まるまでのいきさつも僕も、はい、なかなか決まらなかったりとかっていうのもあったんですけど、はいはい、なんかその方ともしかしたら、ね、やる可能性っていうのもゼロじゃないですか、チェホンマンさん。はい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 、はい、チェホンマンさんとか、はい、ボブ・サムさんとか、やっぱ名前ある昔の偉大な人たちに挑んでいきたいっていうことはやりたいですけど、はいはい、まあでも、もう去年自由にさせてもらったんで、今年はまずはね、はい、まずはやっぱり自分の適正階級で、適正階級でまだ一回も戦ってないんで、はいはいはい、あのライブに来て、はいはい、まあ、適正階級でやったらなかなか強いんぞっていうのをね、はい、見せたいなと、はい、やっぱり自分も K-1 から来たんで、やっぱりね、はい、自分らがこうヘボイ試合ばっかりしたら K-1 が舐められると思うんで、はい、俺たちがいた K-1 は強かったっていうのもね、はい、やっぱり見せたいっていうのもすごくありますんで、まあ気合い入ってますね、はい、でまあ適正階級でしっかり結果出したらまた面白いことやればいいと思うんで、はい、うん、そういうふうに考えてます、はい、K-1の、まあ、レジェンドは、まあ、もしかしたら、ね、あのコージ君とチェフマンさんをつなぐ可能性も中里さんが、あ、中里さんなんか言ってくださったんで、まあ、早く、ね、はい、コロナが落ち着いて、ね、チェフマンさんのこと絡めたら、ね、自分はね、どんだけ階級大きい人でも、まあ、ゴミ選手とやったように、はい、まあ、盛り上がらないといいかなと思ってるんで、ね、はい、そういうレジェンドだったらね、はい、挑みたいですよね、はい、やる意味のある相手なら挑みますよ、はいはい、今年の1年っていうのはじゃあコウジ君の思いとしては何かありますか。いや、復活ですね。復活です。はい、まあ、自分がほんまにね、なんやかんやで勝ってきましたし、はい、まあ、負けたり勝ったりですけど、でもまあ連敗とかしたことなかったんで、はい、やっぱり自分の中で結構応えるものもありますし、はい、考えることあったんですけど、この壁を乗り越えれるのも自分ですし、はい、だからまあやるしかないのでね、しっかりやってまた張り切っとったらいいことあるっていうのをみんなに証明したいですよね、はいはい、復活のこの1年というのはちょっと皆さんに見てほしいってことですね。いや、見てほしいです。来年の大晦日、はい、来年じゃあ今年の大晦日ぐらいにはまた俺が、はい、高笑いしてる姿を見せるんで、はい、まあ、それまで今が踏ん張り時かなと、まあ、いろんなもん背負ってるんでね、はい、しっかりそいつらに飯食わすためにも自分の活躍せなダメなんで、はい、頑張ります。活躍後もし見れるんやったら、ちょっと近いうちやったらどれくらい。あ、もう5月ですね。5月ですか。5月末ぐらいにちょっと、はい、大阪でやれたらいいなってことは考えてますし、はい、やっぱり復活するなら地元で復活したいんで、はい、大阪ので、まあ、全国のファンもちろんですけど、はい、まあ、大阪の地でタケル戦みたいなね、はい、あれぐらいの熱を埋めるような、なおかつあこで勝てるようなね、はい、選手になって戻りたいなとは思ってます。本当に今2月撮影させてもらってるんで、はい、もうあと3ヶ月後にそういった楽しみな試合が見れる可能性が高いってことですね、はいはい、もうバチバチ追い込みますよ、はい、はあ、だからちょっとみんな期待してくれたら嬉しいですね。やっぱり K-1 からライジンに行くっていうことでやっぱりいろんなものを失って、やっぱりこう自分の中で満足いく戦いはできてないんでね、はい、もういい加減こうやったらちょっとパッとしちゃいますよね、はいはい、ちょっと次の事前を楽しみにします、はい、ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。